あ、今日は2回目で、あの2年前に続いてあの現場を見させていただきました。それで6年半、経って、あの前回よりさらに落ち着いた雰囲気で、だいたい、何が課題かが整理されて、あの現場も意外に閑散とした印象でした。で、まあ、私が提案したいことは、この時点で全体の計画をきちんともう一度あの立て直す。それで現在はあの全体の計画があまりはっきりしないで成り行きでやってるような感じで、しかも全体の、予算がどうだとか、そういうことも、もう一つはっきりしてません。あの我々は100年以上隔離管理して、被爆を最小にするような、そういう、計画を立て直すことを提唱していますが、まあ、そういうことも含めて、あのきちんとした、責任ある体制であの仕事を計画すべきだと思います。以上です。